新ラッピーでもわかる上達ガイド。その3、特殊能力をつけよう。アークスの皆さん、こんにちは。この動画では皆さんの PSO2 のプレイ上達のためのコツをご紹介していきます。今回は前回までの武器やユニットの強化に続き、特殊能力追加についてご説明します。アイテムの詳細表示でこんな表記を見たことありますか？打撃力が上昇するパワー1、ヒットポイントが上昇するスタミナ1。これらは特殊能力と呼ばれ、武器やユニットにつくことでアイテムの性能をアップさせてくれるものです。特殊能力は武器同士、ユニット同士を組み合わせることで、好きな特殊能力を一方のアイテムに追加することができます。武器は一つしか装備できませんが、ユニットはリア、アーム、レッグの3種装備できるため、3つの部位のユニットすべてに特殊能力をつけることができれば効果的です。ではここからは特殊能力の付け方について説明していきます。ショップエリアのアイテムラボ店員へ話しかけ、特殊能力追加を選択しましょう。特殊能力追加には特殊能力を追加したいベースの武器と、追加したい特殊能力を持つ素材となる武器が必要です。ベースとなる武器よりも特殊能力の数が少ない武器は素材にすることはできないので注意してください。今回はソードにパワー1とスタミナ1の特殊能力をつけてみます。パワー1といずれかの特殊能力がついた武器をベースに、スタミナ1の特殊能力がついた武器を素材にします。このようにベースと素材の武器についている特殊能力の中から好きな特殊能力だけを選んでベースの武器に引き継ぐことができます。ただし素材の武器はなくなってしまいますので注意が必要です。なお、同じ特殊能力を同じ武器に複数つけることはできません。さらに強い特殊能力ほど追加成功確率が低くなり、引き継ぐことが難しくなります。特殊能力の一部には引き継ぐことができないものもあります。また一緒に引き継ぐことで特定の他の特殊能力の追加成功率をアップできる特別な特殊能力も存在します。一般的にソウル系と呼ばれるボスエネミーからドロップされるアイテムに付与される特殊能力などがそれに該当します。特殊能力追加になれたら、どの特殊能力がその能力の追加成功率をアップさせるか探してみるのもいいと思います。次に、一部の特殊能力は特殊能力追加をする際に上位の性能にパワーアップさせることができますので、その例をご紹介します。例えばパワー1を持つ武器を2つ以上組み合わせることで、より性能が高いパワー2を作ることができます。パワー2とパワー2でパワー3、パワー3とパワー3でパワー4と強くなっていきます。ただし当然ですが、上位の性能の特殊能力は元の能力よりも追加の成功率が低くなります。なお、同じ特殊能力を持った武器を多く用意すれば成功確率を上げることができます。素材となるアイテムは最大で5個まで選べるので、成功率が低いと感じた時は複数の素材を用意して成功率をアップさせましょう。次に、付けられる特殊能力の数の増やし方を説明します。特殊能力がついている個数のことをスロットと言います。例えば特殊能力が何もついていないものを0スロット、3つついているものを3スロットと言います。
特殊能力追加を行う際に、任意でベースのスロット数を1つ増やすことができます。これをエクストラスロットと呼びます。ただしスロット数を増やそうとすると引き継ぎの成功率が少し下がるため、まずはパワー1など性能が低く引き継ぎやすい特殊能力でスロットを増やすことがおすすめです。これを繰り返すことで0スロットから1スロット、1スロットから2スロットとスロット数を増やすことができます。また武器に特殊能力を高確率で追加する方法として、新生武器が持つ特殊能力因子を利用する手段があります。新生武器の強化値をプラス35にすることで、武器それぞれが持つ特殊能力因子が解放されます。因子が解放された武器をベースや素材に使うことで、強力な特殊能力を高い確率で追加することができます。その武器が何の因子を持つかはアイテムパックの特殊能力因子確認で見ることができますので、プラス35にする武器を選ぶときに参考にしてみましょう。補助アイテムには能力追加の成功率を高めるアイテムがあります。成功率が低いと感じた時には、成功率を高めるアイテムを使いましょう。成功率をプラスするアイテムは、エクスキューブ交換ショップ、リサイクルショップ、ファンショップなどで入手できます。成功率に応じて、賢く補助アイテムを使ってみましょう。最後に、特殊能力追加をうまく進めるためのポイントを紹介します。はじめは少ないスロット数の武器をベースに、スロット数を変えずに別の特殊能力をつけることでルールを覚えましょう。慣れてきたらスロット数を増やしたり、成功率が低い特殊能力の追加にも挑戦しましょう。素材となるアイテムがない場合はマイショップから入手することもできます。必要に応じて補助アイテムを有効に使って成功率をアップさせましょう。以上で特殊能力追加についての説明を終わります。ガイド役は長谷川結衣でした。最後までご視聴ありがとうございました。